おはようございます。速稼塾の久保です。今日はね、11月1日でございます。あと今年も60日ですか。今日はね、成功するためのたった一つの方法というタイトルでお送りしようと思ったんですけども、ライブ放送ができないんで、ちょっと録画バージョンでお送りします。まあ、最短で成功する方法というのはね、実はね、ゆっくりやることなんですよね。焦るとうまくいかないんですよ。私、千里の道も一歩からって、足元の一歩から始まるって言葉が好きで、よく使うんですけども、40歳の時にインターネットを使ったビジネスに出会いまして、で、1億円その時必要だったんですよ、早急に。で、YouTube を始めたわけなんですよね、わけもわからずに。で、1本目をスタートしたのが2013年の6月14日だったんですけども、3年間でね、1億円は達成したんですよ。ゆっくりやってよかったなと思いました。3年間ででも1億円たった一人で売れたらすごいですよね。で、やっぱりね、1000日でやり遂げたかなというふうな形で、千里の道も一歩かなと思ったんですよ。当時は Facebook を中心に活動していたんですけども、 Facebook 友達も500人ぐらいでね、そんなに影響力も当然ですけどあるわけないんですよ。麻雀店の親父がやってた Facebook ですからね。でも今みたいな形に向かっている、その最初の一歩だったかなと思います。で、その時に思ったんですけども、その1年をね、300日と考えた時に、かける3で3年で1000日ぐらいじゃないですか。で、1000日で3年間で1億円ってことは、今年1年はですね、もう300日使ったわけなんですよね。今年1年あと60日ですから。じゃあこの300日で、どのぐらいのことが、できたかなと。この1年まだ終わってないけども、振り返って自分はこんなことをやったぞっていうふうにね、思えることがいくつあるかなと思ったんですけどもね。ビジネス的にもそうですし、家庭的にもそうだし、他のことでもいいんですけどもね。だから私はね、何でもかんでも3年がかりでやるとかね、10年後の自分に向かってやるとかっていうふうなペースでやるぐらいがちょうどいいのかなと思ったんですよ。その代わり1日経った時に、もしくは10日経った時、100日経った時に、じゃあこの1日ではどんなことができたかなとかね、10日間でどんなことをやり遂げたかなとか、100日でやったことは何かなっていうふうに、しっかりとね、もうこう具体的に書けるぐらいの、人に話せるぐらいのものじゃないと、もったいない日々が過ごして使われていたのかなと思うことにしてるんですよね。で、まとめるとですね、いろいろと申し上げましたけども、うまくいかない人って焦って近道を探すんですよ。近道ばっかり探して結局たどり着かないんですよね。で、こっちでやられ、こっちでやられ、こっちでやられって感じで、結局振り返ってみたら100日とか1000日経っても何も成し遂げてなくて、ただ最短距離を探しただけというね、そういう振り返りしかできないんですけども、やっぱりね、成功する人っていうのは、近道をあえて探さずにいつも王道で行くんですよね。奇策を使わないんですよ。そして時間がかかるようだけども、結局は最短距離を探した人の何倍も早く物語を達成してるのかなと思うんですよね。ですんでね、今年もあと60日ですけども、今年300日を使ってどんなことができたかなっていうふうなね、そんなことが明確に人に話せて、聞いた人も確かにねっていうようなね、そんな1年だったかなと、ちょっと整理して11月1日から12月末までに残りの60日に向かいたいなと思っているわけでございますね。それでは今日は以上です。ライブ放送ができなかったの、ちょっと初めてですね。